ハードリングの練習自体はしなくても大丈夫なんです。これ見るとハードリング自体は、はい、ちょっと入れたの、ハードルはハードリングはですね、うん、もちろんやります。すぐできた、すぐ陸上しかやってこなかった、まあ、バスケットはちょっとやってたかもしれないですけど、そこにあるものを飛び越えてくれと言われたら、球技の人は結構できるけど、陸上者はなかなかできないと思うんですよ。すぐできた、はい、割とスッとできましたね。幅跳びとかも、幅跳びもできますか？まあ、スポーツテストぐらいしかやったことないけど、そうだね、障害は最初から飛べたね。飛べた、まあ、それはすごい。子供の時ゴム跳びとかしてたからかな。それなんか飛ぶことはあんま苦手じゃなかった。だから多分三千障害をやろうと思ったり、僕もそうですけど、ハードルをやろうという子は、どうやったら上手くなりますかっていうのを聞かれて、もうできてる人たちはさあっていう感じになるんですよね。だからそれを教えるっていうのはまた別次元だと思うんです。見せるのはできますけど、でも教えるってなるとどういうプロセスで覚えたかっていうのは、そうね、難しいね。水濠の飛び方と普通のハードルの飛び方は全然違う。違いますね。足を向けるっていうこと、でその向こうに水があるっていうのと、で脳ってやっぱ向こうにより遠くに飛ばなくちゃいけないっていうので、普通のハードルとは飛び方がちょっと違います、だから普通の障害を飛ぶのはハードル飛ぶとか、なんか物を飛び越えるのと同じ要領でピョンって飛べるんですけど、障害水濠に関してはちょっと別というか、あんまりそういう状況が今まで遊びの中でも少なかったので、はい、そこは難しかったですね。水濠のあるようなその練習って、いつも普段そういうの練習の場所として作るんですか？どうやってその水濠の練習ってするんだろうって。水濠の練習は本当に水濠の使える競技場に行ってするしか、方法ないですね。ただあんまり水濠の練習は水を溜めないといけないとか、競技場によっては男子と女子高さが違うの、高さを変えてもらうとか準備が必要になるので、なんですよ、あれ上げ下げするんですよ、ね、大変、はい、だからね、普通の障害はまあハードルで代用したり、それに近い高さの台を使うとかできるんですけど、水濠はあんまり練習ができる環境には、環境が、なくて、実際そんなにやってないっていうのが実情です。だからレースでぶっつけ本番みたいな感じで、あの練習の順序としては、試合期とトレーニング期はこう違うっていう話をされてましたけど、なんか矢印でいくと、まあこういう短期的な、書いちゃってくる、まあ、1週間とかこういう短い練習の組み方的にはまあこういう順番で組むんですね、大体。スピード、筋力、持久力。スピードをやって、まあ、それに持久、筋力をやって、持久力っていうような流れでいくんですけど、まあ、長期的に見ると、まあ、強化期は割と持久力 をメインでやって、レースが近づいて、試合が近づくにつれて筋力を強化して、スピードを上げていってっていう風な流れで試合を迎えるっていう風にシーズン、年間の流れは組んでいきます。ほとんどの、まあ、学生もそうですけど、選手の人たちはすぐ自分の能力を試したくなるんで、スピード練習を好むんですよね。自分の力をすぐ試したくなるんで、それが走れるとこれぐらいで走れて分かるような練習をしたがるんですよね。だからほっとくとスピード練習ばっかりして大体怪我してるとかになっちゃうんですよね。この辺でしっかり土台を作った上でスピードで研ぎ澄ましていくっていう風な流れを作っておいた方が、試合期に入った時に底力というか息切れしない体を作れると思います。結構矛盾してるのは、持久力と筋力を伸ばすってことは、こっちの持久力的なものと筋力って向こうとこっちをやってるんですよね、それで真ん中を上げようという、ある意味矛盾してるけど、人間の体をこう順序から考えると、持久力はまあ年間的にしか伸びない、筋力は3ヶ月、スピードは1ヶ月でも伸びるんですよね。だからそこら辺の人間に対する人間のこのトレーニングに対する適応の仕方を、まあ、多分体感して分かってられるのかなと思いますね。この今
今のメニューっていうのは 30m 障害という種目に出会ってからこういうふうにされていたんですか？いや、もうあのその前から、はい、基本的にはもう中距離長距離の練習パターンですね、うん、はい、まあ、その中に、うん、まあ、障害をあの飛びながらの練習っていうふうにが入ってきたというぐらい、はい、する、はい、ここをあの障害を置いてこの練習をするとか、うん、そういうふうにあの感情でつまらないなっていうのはちょっとそれ聞きたかったいや飽きないのかしらこれで、うん、たまに飽きるよね、 そうですね、はい、うん、たまに飽きるから違うとこにいて、うん、同じ練習をすると負荷が変わったりするわけですね。だから違う人と同じ練習をするとかいうのは、だから誰かを引き込んで一緒にやろうぜみたいにしてやってるのかもしれない。どうですか、やっぱり人が、はい、そうですね、やっぱりね、気持ちもいつもと違う、なんかこうまた新鮮な気持ちでできるっていうの、同じ練習でも、はい、そういう変化があるとまた飽きないですね。多分自分ともう一人客観的に見てる自分がコーチがいて、うん、もう一人いるのは一緒にやってる人がコーチになってるんですよね、うん、すなわち一緒にやっててこの子がどれぐらいで走ってて自分がこんな感じでいくとこうなるかなっていうのがコーチです。これはまあセルフコーチの本質的なところかなとは思うんですけど、はい、どうですか？そうですね、はい、全然違う、はい、あんまり考えるだからコーチはいないって言ってるんだけど、うんうん、客観的に見てる自分が一番コーチっぽいんですけど、この子と一緒に走ることによって自分はどれぐらいなのかなっていうことを相手にコーチしてもらってるというか推し量ってると思うんです、うん、どういうふうに思うか、どうそれこれに自分が思いついたことに自分がどう思うかっていうふうな考え方っていうのがそれ対話やな、うん、対話対話、うん、そうですね、そういう感じですね、はい、まあ、為末も朝原もコーチいないんだけど、うん、あれお互いがコーチしてるような感じだったんですよね、うん、だそれお互いでこうじゃないかじゃないかって言いながら一緒に走ってみたらこうだとか、うん、まあ、それはやっぱりそのセリフコーチを一人でやるというふうになると一人じゃできないと思うんですよ、できないですよね、実は一人でやってるとはみんなに言うんですけど、一人ですごいですねとは言うんですけど、実はそこに誰かがいるんですよね。そうですね、全く一人っていうわけではないです、うん、はい、一緒にいい関係でどん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 強くなるっていうこともあり得るとは思うんですけどね、うんうん、一緒にやっててどん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 悪くなるパターンもあると思うけど、まあ自立した選手が二人揃って気が合えば多分必ずこう伸びていくとは思うんですよね、うんうんうん、女性の場合こう喧嘩とかって難しい部分はそういうの面倒くさくて嫌なタイプかもしれないですけどじゃあ今はまあこういうメニューで、はい、なんでしょう、チームメイトがいらっしゃるんですか？チームメイトはいないですね、うん、いない。じゃあ、まあ、それぞれ練習仲間、うん、仲間です、はい、うん、練習環境をいろいろ変えるというか、まあ、いろいろなところで練習している時に一緒に練習する仲間だとか、はい、まあ、こういうふうに練習メニューを一応、まあ、例えばで書きましたけど、うんうん、私はもうざっくりと、もうざっくりとこれぐらいしか考えてないんですよ、はい、すごいですよこれは、はい、普通はそう考えてるんです。でも本当はこの間っていうのはないんですよね、もうこの一直線上と一緒で、うん、じゃあ 800m どっちですかっていうと、うん、スピードでもあり、うん、両方、まあ、はっきり分けてるけどグレーな部分がすごくあるという、はい、ことですよね、はい、かなりだからあのもうフレキシブルもいいところっていう感じで、いい加減、大体年間そう悪く言えばいい加減年間でこういう感じの流れでここの試合をまあメインで持っていって、こういう風にって流れを組んで、じゃあまあ今はじゃ あのこういう強化の時期やなみたいな風にあのこう、まあ、月単位ぐらいでまあ考えて、じゃあこの辺でちょっと合宿でしっかり練習積んでおこう、じゃあ今日は何しようみたいなのはもうその時の状況で、もうそれ全部自分の中の基準なんですね。だから本当そうですね、合宿は他のチームとやったりするわけですよね。そうですね、入れてくれるんですか入れてもらえるところに入れてくれないところがあるんですよね、まあ、どことは言えないですけど、うん、入れてもらえると、まあまあ、あとはその練習の環境、あの、うん、長距離よくコーストレーニングって標高高いところをあの何度も行かれてたということで、はい、使うんですけれども、うん、そういう時はあの、まあ、よくそこに一緒にそこに行くチームにあの便乗させてもらうとか、そういう感じであの、うん、環境が整っているそういうコーチとかに
行って合宿っていう風にしてます。便乗させてもらって簡単におっしゃいますけど、でも結構大変なことじゃないですか。どう、うん、そう、上司は大変ですよね。そうですね、はい、普段から関係作っておくってことですかね、うん、はい、まあ、そうですね、気心知れてないと入れてくれはしないですね。だから他の選手が入ってきて自分のチームに悪影響を及ぼす可能性はかなり大きいわけですよ、まあ、いろんな好きなことをわーっと、まあ、こんな感じで言ってもらって、強い選手、しかも世界選手権も出てる選手がああだこうだって言った時に選手はすごく影響されるわけですよね。それでも大丈夫だなと思える選手だったり、もしくはまあチームの作り方ですよね。そういうところにしか入れないと思うんですね。そうですね、はい、まあ、監督さんだったり選手と交流のあるチームだとか、あとは、まあ、日本チーム、うん、日本代表選手でもたまに合宿とか ある時があるので、そういう時に強化合宿に参加するとか、うん、まあ、女子は少ないんですけど、ね、うん、沖縄であったんでしょ、あれは短距離かな、短距離だけ、うんうん、長距離は、ね、やっぱチームごとの合宿はどうしても多くて、うん、選手に招集かけても集まらないことが多いんですけどね、うん、まあ、あればそういうのに参加したりっていうので、うん、いいことだと思うんだけどな、うん、でもなかなかやっぱり周りを 見せるとどっか切れたタコみたいに飛んでっちゃうんじゃないかなっていう不安が指導者はあるんでしょう。どうしてもね、やってることをこうから外れたことをしたくないというか、それでもし調子が狂ったらみたいな不安材料があるところにはなかなか出ていきにくい。調子が狂って戻ってきた時に一番良くなるっていう理解がなかなか本当はないんでしょうね。それが全部正しいぞ正しいぞって教えてるからいけないんだろうな、まあね、ただ自分のやり方を崩したくないっていう人にはやっぱりそういうのはなかなか踏み出せないと思うんですけど、はい、特に私はそういうふうに思ってないので、まあ、いろんなところにいていろんないいことを吸収できるのであればという気持ちで、まあ、いろんなチームにそういうふうにトレーニングに。でもやっぱ試合期の最後のところは自分でやるんですね。そうですね、もう最後のもう調整とかなってきたら自分の体調をどうコントロールしていくかとか、うん、もうそれぞれ選手によって違うので、もう自分で。どれぐらい前からもうここら辺までは自分でやった方がいいとかいうのは、1ヶ月前ぐらい、2ヶ月前。いや、そんなもう1週間とか10日ぐらい、1週間でいい、うん、1週間でいい、なんかすごい自然体ですよね。なんかもうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないかと思うんですけど、いや1ヶ月6週5、6週間はやっぱり自分のスタイルで行った方が、そうかな、自分のスタイルっていうか、まあ確かめつつギュンと上げた方がいいと思う。こうなんかそれをいろんなことをやってる中で自分でこう、最後の1週間でだからいろんなことやってて最後の1週間で戻ればいいけれど、うん、戻らないことがあ、そうです、ね、ないですか。ないですか。そこまで調子、興味的な調子がものすごい変わってしまうとか、うん、その前に皆さんナーバスなんですよね。それはナーバスなんです。多分、まあ、多分1週間でいいってことは、うん、一緒に行っても多分私はやらないって言って相当選んでるんだと思います、はい、きっと自分、そうですね、周りに合わせてるようで自分のペースを貫いているところはあると思います。